ガイドレーンよし、パドルよし、予備パドルよし、メインパドルよし、フタインよし、ネットよし、フラッグよし、ライジャケよし、OK、ゴー。さあ、指差し確認大事やね。改めましておはようございます。こんにちは、こんにちはじゃなくておはようございます。テンション高いな。よし、今日の第1投、黒ヘッドね、緑 80g です。ちょっとあれかな、黒で緑だな。はい、第1投いきました。投げました。じゃね、さあこのね朝のね、モーニングバイト欲しいですね。朝のモーニング、もうタイなんてね、去年のね初めて今頃、いつだっかな、一応ね去年3匹あげてるんですよね。そうだっけか、よく覚えてるな。ここの辺で2匹で、あともうちょっとあの南の方で1匹、記憶力20丸、そこに何か反応ありますね。結局今日はタイ狙いってこと。落とします。一応ね水深56メートルなんだけど、糸はね60メートルぐらい出てまして、そこから一応20メートル巻いて落としてる感じでいいのかな。いいんだよねそんな感じで。一応そこ付近に何か柱の反応があったんで、残念、すごい反応ですね。うわすごい潮目、ゴミすごいな。よし、ちょっとこの潮目、無数の反応があります。なんでしょう、なんやろね。すごいですね、なりっぱなしやん。すごいですね、ここなんだろうこれ。お、来たか、来た、よし、う、結構大きいな、来た、よし、よし、なんでしょう、さすがチーディ、よし、うん、うー、大物かな、の割にはちょっと鈴木さんと予想。よいしょ、はい、今日の初バイト、うん、いいバイトだ。まだ見えない、うん、おお元気いいね。それ相手の足や、いいよいいよ、これは魚だ。ん、何を当たり前のことをと思ったけど、前回根がかりで違いよと勘違いしてたわ。うっしゃ、はい、本当暴れるな。元気いいね、青物っぽいな。ビチビチしとるんか。稲田クラスかな、それとも稲田クラスか。よし、まだ見えてこないね。おお、長いバトルやな。すごいな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。そろそろ出るか。おお。突っ込む突っ込む。まだ見えてこないね。まだか。ただもう俺の勝ちだろ。ぐさ。
おっしゃ、おっ、お、まあまあサイズ。よいしょ。おお。よし。お、よーし、稲田。大きいな。わら魚、よっしょ。さあ、はい。やりましたね。これは。ようやった。うん。よし。久々の大物じゃね。いい色や。さあ、マッキーもの。マッキーもの。ウキウキやね。ね、まずちょっと出すと、はい。TG ベイト、これで。ね。すごいベイトの反応があったところ、ちょっとした早巻きで来ましたね。はい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 、はい、50センチぐらい。せーの、せーで、はい。うん、50センチ。わらさでいいのかな、稲田なのかな。稲田だね。ナイスファイターだったね。ありがとう。お持ち帰り。幸先よし。ちょっと本当ジグサビキやってみようか。なんだろうね、この群れてるやつが。アジかもしんないしな。よし、ちょっとジグサビやるんか。さあ、これでサビキで何か釣れるかな。ちょっとサビキが大きいからね。アジとかどうだろう。よし、じゃあここから、ジグサビキ行きましょうか。はい、行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。ジャスティン、次はアジ狙いか。ダダ巻きでいっか。ゆっくり巻いておこうか。ゆっくりしていってね。よし、ジグサビキダダ巻き。すごいベイトのところ入っていくかな。果たして、はい、おいしょ。あ、バレた。あー、よし。さあ、さあサビキに食ったかな、これは。よし。おっとおっと、このこの群れは何なのかな。そんなに引かねえな。ただ重いぞ。エソか。おお、アジじゃん、アジ。お、アジの群れだ。引っかかってる。待って待って待って、いいでいいで。よっしゃ、ナイス、アジアジ。マジこれ黒いね。これアジの群れか。ここは、はい、これアジの群れです。 OK、 わかりました。アジ釣ろう。釣ろう。もうちょっと大きいのがいいな。20センチぐらい。そりゃそう。そしてこれに稲田さんがついたのね、このアジの群れに。あー、よし。で、さあアジです。違う、まだか。たまに何言ってるかわからんな。よし、来た来た。お、なんでしょうか。お、わかってるじゃねえか。ほら、あら、アジがすれがかりだね。背がかりしちゃってるよ。さっきも見たようなもん。綺麗な色してるな。これさ、食いに来てるの。食いに来てるのか、それともただ本当引っかかっちゃった感じ。わからん。群れの中に入れますよね。で、引っ掛けると、ほら、おー、引っ
違うか、ガハハ。これマジだね、多分アジ。もしアジ入れ食い、アジ爆釣。え、アジ、おーおお、まあまあサイズ、まあまあサイズ。さらに2連。ちょっと待って待って、はい、入れて、ちょっと待って、あ、逃げる逃げる。捕獲。はい、うん、これ、これまあまあサイズだな。これ、ほら、あ、あ、あ、嘘、リリース嘘だろ。おお、ほら、さあ、ほら、よっしょ、いいね、アジ。おお、小気味いいですね。で、これでもガッと、もしかしたらね、おお、ほら、キャキャキャ、あれ、なんで君そこにかかるの。へっぽが長いからさ。おお、はい、来た、よし、はい、おお、あ、まあまあ引くよ。これ2連書きかな。おお、引く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 、全掛けみたいな。よっしゃ、なんかすごいな、ほんと入れ食いやね。おい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 、そこの方で来たね。一応大きなの欲しいな。最初に釣っただろ、欲張りさんね。みんななんか背分けになっちゃうよ。なんでやろね。よいしょ、逃げようとしてかかるんか。はい、うーん、さっきのやっぱ逃がしたサイズはでかかったな。でね、ポーンとリリースした感じの。逃がした魚はでかかった。お、よいしょ、お、まあまあサイズ。あ、そうそうそう、このぐらいのサイズだよ、このぐらいのサイズ、このぐらいのサイズ。よし、このサイズ釣れてるからウキウキやね。よし、じゃあ次は一体何を狙うんです。バチコン、バチコン、バーチカルコンタクト、こんだけアジがいるからね。で、サイズ大きいのを狙いてえな。バーチカルかっこ垂直。まあ、アジ以外も作るでしょう。違うのも狙いたいね。いや、仕掛けがね、ちょっと長いのがね、難点ですね。そういうものちゃうん。ビクッてしたな。あ、寝なかった。なんだ、寝か、ね、あ、取れたね。あれ、なんか ついてるね。なんだなんだ、あれついてない。なになに、一回あげよう。重いね、25号は。もしかしたらエソとかなんかついてるかもしれない。ラッキーフィッシュ。あ、カサゴさんがついてました。やったね。よいしょ。お、カニを吐いてる。はい、バイバイ。今ので三目か。本当のサビキ仕掛け。本当じゃないのもあるんか。ジグサビキでもなんでもない。ただのサビキ。よいしょ、なんか乗った。魚多いんやね。もうちょっと大きめのエソかな。あ、外れた。よいしょ。おおお、また来た。このサビキいいね。なんだろう、エソっぺーな、これは。ふむ、ちょっとアジの群れのとこ行きたいね。
あ、アジだ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 、おお、ママサイズ、いいね。アジだったのか。そうね、このぐらいが、うん、アジでもフライでも、よし、おお、口がね弱いからゆっくり、ちょっとサイズ、あ、はい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 、上がってない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 、うん、見えてくる？はい、よし、おお、まあまあサイズいいんじゃね？よし、満足していいサイズね。豆味でもないよな。豆ではないね。よし、うん、いかがでしたいかがでしたでしょうか。これシリーズカヤックを釣るとかにしようかな。カヤックで釣るやろ。思いつきだよ。編集君、本当今思いつきだよ。何も考えずにパッと頭浮かんだことを発言しちゃったよ。分かっとるわ。カヤックを釣る。カヤックを釣る違うよな。カヤックで釣る。そう。略してカヤ釣る。千葉を釣る、略して千葉釣る。カツでいいやん。ね、今日はね、ちょっとタイを狙いにね来たんですけどね。まあまあちょっとね、秋タイも全然タイラバやったんだけどね、反応なくてですね、あ、まあ、秋っぽい私はですね、ちょっと場所を移動してですね、まああの旗。ね、ハタとかね、青物いればなと思って、ちょっと沖の方に行ったんですけどね、沖の根の方に。そしたらですね、すごい小魚の群れにぶち当たりまして、その中をねジグを落として早引きしたらですね、なんと、稲わら、久々ですね、稲わら釣りましたよ。紛らわしいね。そしてね、そのね、すごくね群れになってるベイトの正体なんかなと思ってね、サビキを使ったらですね、なんとアジがですね結構釣れましてですね、 7,8 匹いるのかな、アジ。まあこれもねお持ち帰りで、まあ稲わらと一緒にプレゼントですかね。よし、いかがだったでしょうか、内房カヤックフィッシング。なんかまず参考にならなんないね、だらーっとおじさんが釣ってるだけの、動画ですけど、またのご視聴お待ちしてます。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャラララチャラララ、また見てね。後ろ向きで書いてみようか。チャラララ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 。